今回は腰椎分離症についていろいろとお話しさせていただければと思います。非常にね多いですからね。そして本日は腰椎分離症の権威でもある自称権威さんに、はい、自称権威でいろいろ腰椎分離症についてお伺いできればと思います、はい、腰椎分離症という診断を受けた方に結構多くの共通点として腰椎分離症あるあるがあるっていうのをねちょっとあるあるあるんですよ、はい、お伺いしたんですけど。そうなんです。どんなものがあるんでしょうか。まずじゃああるある1をご紹介しますね、はい、安静しか言わないみたいなあるあるそれあるみたいな、はいはい、いやいやいやそんな安静できねえしみたいな、はい、そう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 ですよね。しかも特に腰椎分離症って診断を受けるこの多くはやっぱり部活動とかスポーツをしてる中高生とか多いですよね、うんうん、そう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 、そういう子が長い期間安静にしてたらねもうあっという間に引退になっちゃうんですよね。そうそうそう時間限られてるんだから、はいはいはい、それどうすんのっていうのはね、はい、大切なことだって。そうですね。安静以外で何か欲しいじゃない。はいはいはい、うん、ね、ずっと待ってても治る気がしないっていう方がほとんどだと思います。そうそうそう、はい、2つ目のあるあるをあるあるに、はい、いいですか、はい、誰でも知ってるストレッチしか言わない教えてくれない、いやいやそれ聞かねえしみたいな、もうすでにやってるみたいなそうですよね。もうやってるけど痛いから来てんだよみたいな、なんかおじいちゃんおばあちゃんのリハビリじゃないみたいな、ね、そうそうそうもっとなんかないのみたいな、そんな初歩的な体操してるしっていう、そうそうしてるよみたいな、確かにそんなの教えてもらっただけじゃちょっと治る気はサラサラしないですよね。そう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 、あるあるの3つ目、次また1ヶ月後来てください。まあいやいや次のその1ヶ月後で何してりゃいいのみたいな、どうすんのみたいな、ね、安静で、うん、かつもう誰でも知ってるそれしか言わない、はいはい、で次行くの1ヶ月後いやいやいやもう引退になっちゃうですよね。でそこでまたレントゲン取って、はい、あ変わってない、はいまた1ヶ月後みたいなそういう方結構多いみたいですね。それ何ヶ月休むことになっちゃうの、はい、ねあの体のねあの運動能力が落ちる一方だし、うん、痛みは引かないし、うん、ちょっともう治る気がしないっていう負の連鎖でね、メンタルまでやられちゃう。そうなんですよ。あそんな3つのあるあるが腰椎分離症にはあるってことです。そうなんです。はい、はい、今清水さんから伺ったような腰椎分離症あるあるこれを抱えてすごく悩んでる方が多いと思うんですけど、じゃあ具体的にそれらを改善するために骨折ドットコムとしてはどうしていくべきなのかっていう方針みたいのを教えいただければと。私たちは約3つの方針を持って取り組んでおります、はい、でまあ、少なからずともこういうふうにやっていけば希望を持てます、はい、何でも変わんないだったらねどうしても希望を持てないと思うんですけども、はい、はっきり指針を示してくれれば3つ、はい、はい、ございます。じゃあまず1つ目は、はい、まず1つ目が痛みの特定です。当たり前じゃ当たり前なんだけど、はい、ついねお医者さんに行くとレントゲンベースで分離している箇所を診察で診断されると思うんですけど、うん、はいはいはい、実際のところ腰椎分離症ってもちろん触診して押したりしていくんですけど、そこの腰椎の部分だけじゃなくて周りの深いところに筋肉があります、うん、そういうところの筋肉が痛くて二次的に痛みが出てるケースも結構あります。腰椎の場所の特定と周りの関係組織の場所の特定を進めていきます。曲げる丸めるのが痛い子とか、うん、反らすのが痛い、そうそうそう、でもそういうのは大丈夫だけど横をひねりが痛いって子もいますもんね。そうです。あそういうのによって痛めてる筋肉が変わってる、変わってきます、はい、なるほど、はい、ありがとう。2つ目を教えていただけないでしょうか。はい、で2つ目は痛みの除去です。具体的には痛みの治療になります。分離症自体にオステオトロンなんかも非常に効果はあります、はい、骨の修復を促すということですね、はいはいはい、それ以外にも筋肉周りのちっちゃい筋肉が硬くなっている時にはちょっとオステオトロンだけだと、はい、出力が弱かったりするんで、うんうん、そこで私たちが使うアイテムがこちらです。こちらはどんな機械なんでしょうか。これもリアル超音波です。ああ、超音波治療器。治療器。はいはいはい、はい、オステオトロンよりも出力も、はい、もう全然強いんで、でそういうところで周りの硬いところも狙っていきます。そうすることで筋肉が緩んでくるんで、今まで例えば痛かった動作とか、はい、押して痛かったような箇所がだんだん沈んでいきます。ステップアップしていくような感じがあるんで治ってるなっていう実感は得られると思います、はい、骨の再生にはオステオトロン、はい、で周辺の筋肉部の痛みとケアにはこの超音波が必要だ、はい、3つ目があるってことなんですよね、はいはいはい、3つ目は原因動作の特定、はい、具体的にはどういう、具体的には分離症が起こる選手っていうのはどっかしらね背骨の動きが硬いとか、はい、股関節の動きが硬い、またあの股関節と背骨の連動の動きがちょっとうまくできてないとか、
あったりします。実際に見てチェックして、はい、あこの動きはできてないと、まあ、エラーを発見するわけですね。でそれを指導していくと。なるほど、はい、要は股関節とか背骨とか、うん、それらの関連する動きがうまく取れてないがゆえに腰椎ばかりに負担がきて分離してると。そういうこと。なるほど。やっぱり人間の体ってやっぱうまくもう設計されてるんで、はいはい、体が上手に使われていれば痛みはきません。もう内臓もそうです。あもう一箇所に負担がかかることはない。ない。それができてないからちょっと何箇所のあれで一箇所にかかって痛みが出てきちゃってる。そこを見つけてあげる。3つ目とっても大事だと思います。すごい大事。結構ね、分離症良くなったからってまた復帰したらまたなっちゃうこと結構多いですよね。多いんですよ。あじゃあそれはこの3つ目の原因動作というまでしっかりやってないから再発が起こると。 その通りだよ。どうですか皆さん、ちょっと希望が見えてきたんじゃないですか。でしょ、はい、はいはい。そうなんです。だからね、もし分かんないことがあったりしたら、はいね、分離症なんかにも相談を受けたまってますんで、コメントなりご質問していただければと思います。お電話でも OK ですからね。では今回は腰椎分離症について詳しくいろいろご説明させていただきました。また詳しくね、はい、はい、やっていきますんで、続編もありますので、はい、楽しみにしててください。はい、See you!